ですよ、はい、今まで企画をやってきて、ヤス君に勝ったことがないと。だから真っ向にヤス君と勝負しても無理なのよ。無理だー。はい、ということでこちら用意しました。もうかけるの？ヌルヌルフィールドを用意しました。このね、ヌルヌルフィールドさえあればね、はい、体格差なんてね関係ない。はい、ということで今回はこのヌルヌルフィールドを使って3人で戦うサバイバル戦と総当たりの1対1の戦い、個人戦でヌルヌル王を決定したいと思います。イエーイ、ヌルヌル王は君やん。それでは早速やっていきまーちゃおう。では早速サバイバル戦、よーい、スタート。大丈夫本当にこれ。俺に勝つためにここまでさ、みんな横して頑張ってんじゃないの？大丈夫、今のは余興やから。さだまりが本気出すのはな、個人戦って言われてるから。なるほどね。よし、じゃあ、では次は個人戦です。やっていき、マッチョヌルヌル王はこの俺だ。タコくんなんかに負けへんで。見合って見合って、はっきょーい、残った。うわ、すごい。これは2人ともまだ行動には出してませんね。おっ、あっ、ここでさだまる選手道連れ作戦か。組み合っている、組み合っている。これ何の前ですか？何の前です。ジャスジャスジャサダマル、YouTuber は奇跡を起こすんやぞ。よし、ちょ、まあこれも勝って
ってね、優勝してやっぱり俺には勝てないってところ証明します。ちっちゃいものが大きいものに勝つ姿、しっかりと目に焼き付けてください。見合って見合って、発狂残った、距離寄せ、さながら距離寄せるんや、いやいや倒れてくれ、力づくれ倒す必殺ポンプ必殺視聴者の皆さん、僕たちに力を貸してください。最後の力を振り絞るぞ、いくぞ、ぬるぬるよー、おきゃおきゃます。はい、ということで僕とさなまる頑張れと思ってくれた方は、